回も柊祐希さんにご出演いただいております。よろしくお願いします。お願いします。のりさん、前回のお話いかがでした？そうですね、やっぱりあの学校の先生とだけはやっぱりちょっとなんかずっと引っかかってます。確かに学校の先生がっていう、そんなですね。ねえ、しかもそんな先生が何人もいたって学校っていう、なんかそういう理想じゃないですか。ありそうだよね。確かに現実先生とこあるんだっていうところに、ね、腹立ってますけど。それによってさ、ヒイラギさんといえば清楚の見た目とは正反対の、この大胆なタトゥーが魅力的ですよね、はい、早速ですがタトゥーのアップを見せていただいてもよろしいですか？はい、ぜひ。どうせピナ胸がありがとうございます感じの、それすごいね。翼でこれ、あ、本当だ、うん、なんて書いてあるのそれ。でこっちはさ天使っぽいけどさ、うん、こっちはなんかさちょっといかつめの羽になってんの。そうなんです、悪魔と天使と悪魔の羽で分けてて、うん、分けて、まあ、これちょっとあの好きな女優さんのタトゥーを少し真似させていただいたっていうのがあるんですけど、左のおっぱい触られたら急になんか天使っぽい声出して右のおっぱい悪魔っぽいなんか声出したりとかっていう、そういうそういうのあるんですか？ボタンみたいな、ガオーとかそういうのそうなるかもしれないね。楽しみだ、作品見なきゃね。このさ胸元の文字はさ、はい、白日って書いてありますか？井口さんはそんな意識はしてないんですけど、いやいやいや、ね、そこまで意識、うん、意識はしてないんですけど、免許店ではないか。でそうですね、そのレビューのお返しにじゃないですか、そのレビューそのレビューを書いてくれたから逆にお返しに私もって、あの名曲のそういう感じではないんですけど、はい、一応あのスペイン語で書いてあって、はい、あの色あせることのないっていう、はい、そういう意味の焦ることのないっていう風に書いてあるんです。だからまあ一応色あせないままあの美しく入れたらいいなっていう意味も込めて胸にちょっと大きく入れたんですけど、すごいかっこいい。この左腕にもあるんですか？そうですね、ここにちょっと数字だったりとかいろんなのが、なんかいろいろある。1997、はい、これなんですか？これ私の生まれ年ですね。お、はい、あの逆にさば読めないですよね、もうそれで。もう逆にサバ読めないですよね、もうそれ入れちゃったら。そうなんですよ、もう読めない、本当にサバ読めないよ。それデビュー前に入れてたんですか？そうです、まさかこうデビューするなんて思ってもなかったので入れちゃったっていうのはあったんです。7だったら8とかで買えるね、そのなんとかこうでも1997年だったらあれですよ、あの失楽園が流行った年ですね。そうそうそう、うん、あとあのたまごっちもあの大流行しましたね。たまごっち、これたまごある。なんかそうですね、やっぱり1997年ですから福田和子逮捕ね、そんな前、そんな前で、あの年ですよ、97年。あ、そうなんですね。あとカラオケに行ったらやたらグレイのハウエバーみんな歌ってるっていう。最悪だった、あの時よ。だから97年大学1年生そうだ、最悪だった、最悪。ごめんなさい、生まれた年に最悪だって言っちゃった。最悪で曲はいいんですよ、いい年、みんなが歌うからね。そう、あと同級生みんなワゴン R 乗ってるっていう、ね、そうなんだ。あ、そうなんですね。97年流行り、宮崎でも流行ってました、ワゴン R。みんなワゴン R なのよ。そうなんですね、乗りやすい。高校卒業したのもワゴン R 乗る感じで、そうそうそう、同級生たちが。私ワゴン R 乗ってました。あ、言いづらい言いづらい。そこから先またね、時を経てワゴン R ってすごいねって話が乗りやすい。さあ、いろんなタトゥーが入ってますけど、デザインってどうやって決めてるんですか？結構あのノリで決めちゃうところが、一生もんでしょ言ってみれば。そうなんですよ、なんか私結構タトゥーのその一個一個の意味っていうより入れたことに意味があるっていうのが強いので、なんかあんま物自体にそんなに意味はあんまりないんですよね。そうなんだ。調べて、あ、これ可愛いって思ったら、それを彫り師さんに見せて、まあちょっとデザインを変えて相談して彫ってもらうっていう風にいつも決めてます。だからボクシングのチャンピオンと一緒で、もうチャンピオンになったらもう別にもうベルトはもういらない、関係ないよね、もう自体はもうチャンピオンってのは大事。そうなったっていうのが意味あるので。そうですね。タトゥーを最初に入れた時のきっかけは何だったんですか？と結構昔からなんかかっこいいなっていうイメージはずっとあったんですけど、うん、もう最初からあの親がもう絶対やめてっていう反対派の家族だったので、今度入れても親もなかなかいないでしょ。見たことないよ。そうなんですよ、だからあの入れたくても入れられないっていう風に我慢しなきゃなって諦めてたんですけど、うん、その時にあの友達が
ちょっと入れるからついてきてよっていうので、うん、誘ってくれて、まあ、私も入れてるとこ見てみたいしっていうので、うん、行きたいって言ったら1万円ぐらい持ってきたらもしかしたら入れてくれるかもよっていうので、それでこっそり1万円を自分の財布に入れて、1万円に入れてくれるんだ。なんかすごい簡単ななんかタバコサイズぐらいのすごい10分ぐらいでできるやつなら入れてくれるんじゃないって言ってくれて、行ったら結構簡単に掘ってくださって、もうそこから止まらなくなっちゃいました。もう一回じゃ止まんないんだ。そうなんですよ。でもさ、反対してたご両親はさ大丈夫なの知ってました？結構最初はずっと隠してて、うん、なんかちょこちょこなんかこう少し T シャツの袖がめくれちゃった時とかに何これって言われる時とかはあったんですけど、うん、2週間で消えるやつだよって、あ今流行ってるじゃないですか、とか消えるやつだよっていうのを何回かこう言ってたんですけど、胸に入れたのがもう結構すぐバレちゃう位置だったので、うん、これでバレてもう 3回目ぐらいでもうその嘘は通用しないよって言われて、うん、それは毎回同じとこに入ってればね。確かに2週間以上経ってのにまだあるじゃんっていうので、しかもそこに入れてるのがバレないとも思ってなかったでしょ。もう覚悟決めたわけでしょ。それで、バレましたね。確かになんかたくさんタトゥー入ってますけど、他の人のタトゥーとかも気になったりしますか？結構気になりますね。そうなんか街歩いてたりしても今すごいやっぱタトゥー入ってる人多いので、つい、うん、見ちゃったりとか、うんうん、映画とかドラマとかでもやっぱ入ってる人いると余計かっこよく見えちゃうっていうのが、今度私もいるよみたいな、そういう、うん、そういうのはありますね、うんうん、かっこいいなって思うタトゥーってありますか？極道の女たちっていう映画の岩下志麻さんっていう方がいるんですけど、そんなとこまで見てるのね。いやもうかっこいいですね、生き様というか方最新の映画みたいな感じで言ってるからね。見てる人すぐはいはいってなんないぐらい結構前の作品ですよね。そうなんですけど、志麻さんそういうシーンってありましたっけ？なんかマッサージを受けてるシーンがあって、その時にちらっと見えたりとかしてたんですけど、あんま脱がないからね、主役だから。主役脱がるからね。基本和服でもうかっこいい感じでいるんですけども、やっぱりすごく全てがかっこよくて、もう世良政則さんっていう方の入れ墨とかもめちゃめちゃかっこいいんですよ。これね、偶然にも僕ねネットフリックスで最近見たんですよ。これ偶然かっこいいよね。うわ、色とりどりの感じがかっこよくて、もう片瀬里乃さんのボインおっぱいね。そういや結果片瀬里乃さんのおっぱいやばいよね。なんですあれがもうエッチで本当にそれはすごい勝ったんだから。最後のシーン覚えてる？覚えてますよ。世良政則さんと片瀬里乃さんがエッチしてる最中にねピン泣いちゃうんですよ、世良政則さんが。でも最後あれですよ、おっぱいを片瀬里乃さんのきれいなおっぱいを吸いながらピンっていうね。いやーすごい。いやーあれはいいよ、あれはいいよって別に俺がそう知りたいわけじゃないけど、どうせだったらでも吸ってきてる話あるよね、片瀬さんのね。片瀬さん、あれは帰ったらもう一回見ようかな。ほんと綺麗なおっぱいやん。嬉しいですね。ごめんなさい、だから入れ墨よりもおっぱいの方に見えちゃってますよ。そうですね。あとはなんかベテラン俳優さんの入れ墨っていうのがやっぱすごく好きで、松方弘樹さんだったりとか、梅宮辰夫さんだったりとか、山城慎吾さんだったりとか、はいはいはい、極道三重士っていう。あそうね。そんなの言ってたっけ？いや聞いたことない。人気映画とかによく出られてる。そうなんですよ。だその三重士に千葉真一さんとあと北大路欣也さんがいて、5人でバスロマン の広告知ってますか？裸でこう笑顔で。うんうん。これだ。今いくつ？本当に1997年生まれ？サバ読んでるから。これ俺サバ読んでるからで塗ったよ。サバ読むために97にしたっていう。逆になんでそんな俺本当に記憶になんか残ってるぐらいよ。でもこれにやっぱ全てのこうエロスが。詰まってる。日本全国バブルスター。そうもう詰まってますね。もうエロいった。懐かしすぎた。何年前の CM あれ。真ん中に行ったよ。 YouTube にあるのかなっていうぐらいのがもう確かにあったよね。なりましたね。でも別にでも入れ墨はだって実際の CM には入ってないでしょ。ないんですけどやっぱもうそれも想像できちゃうぐらいの男らしい感じが見えちゃって。そうなの。ベテラン俳優
ユンさんの入れ墨のどういうところがいいんですか？やっぱ基本的にちょっとやっぱ鍛えてらっしゃらないっていうまあ、お酒だったりとかね、生活がなんとなくこう見える感じが貫禄があるからですよね。貫禄がやっぱあるので、確かに千葉真一さんだけちょっとギュッとしてる感じだけどギュッとしてますね。あとの人たちはちょっとこうだらしない感じの、逆に背中のまあそうお肉だったりとか、こうねお酒とかで仕上がってるっていう感じのあれがあったので、やっぱあれはすごいですね。で10億円以上かけてないと多分背中だったりとかあの体型は仕上がらないと思うので、あれは無理だと思うよ。そうなんですよ。そんな見方したことないから分かんないんだけど、あれ10億の体なんだ。あ、そうなんですね。でそこにやっぱ入れ墨がまた入るともうたまらなくなるっていうので、組長感が出てくるんだろうね。そうなんですよ、貫禄がすごくて。あ、そっか、大好きですね。あとは大体三重師の人たちって、三重師って当たり前に言ってますけど当たり前に三重師って言うけどみんなポカンだからね。そう、三重師の人たちって、はい、大体2回くらいご結婚されてるんですよね。あ、そうですか。そうなんですよ。でも山城慎吾さんに至っては、はい、女とこうやれるから俳優になったっていうので。かっこいいね。すごくないですか？いや本当にね、スケベそうなのが出るんですよ演技に。いや本当に、本当にスケベそうなの。本当この人スケベなんだろうなっていう。そう、時代で許される、その理由で入れる、許されますよ。すごい共演者に手出してんだろうなっていうのがね、伝わってくるんですよ。そうなんですよ。わかるわかる。ちょっとそうだからなんか、松方さんとかに関して慰謝料払うために、この芸能界に入ってきたんじゃないかなっていうぐらい慰謝料払ってるんですよね。結果的にそうなってだけ、払いてえな払いてえなじゃないですよ。でもだって1回目離婚した時の慰謝料いくらぐらい、わかります？すごそうだから1億とか？3億150万。3億？3億。150万それ。150万？その150万は別に許してあげればいいことだね。その1回目の奥さんも150万ぐらいちょっと。そう。3億。そこにプラス養育費ですよね。さらに別を。別で敷金礼金別よ。俺もたまやっぱ離婚するのやめようって言っちゃうよそんな俺。だその時だ2回目とかに結婚したの西野亜希子さんとご結婚。西野さん2回目なの？そうなんですよ。してる時慰謝料0円でなんか離婚されたって、結構記事とかにも調べたら載ってるんですけど、なんだかんだ10億円ぐらい持ってる。待って、松方さん松方さんいくら持ってんの？そのだから初め3億あげて慰謝料を払うために芸能界の家族、それを見た時に、そう、それは頑張るわ。まだまだいますからね。結局10億払ってんだ。そうなんですよ。あと千葉マリアさんと隠し子がいたっていうのでなんか話題になってたと思うんですけど、なんかそのお子さんが18歳になるまでに大体月30万ぐらい以上支払ってたっていう養育費を、毎月30万って欠かさずに支払ってたって。それ逆に大変、一気に払いたいよね本来は。なんかもうだからなんかすごいですよね。でも男の中の男ですよね。本当にそう、本当にそうなんですよ。平木さん芸能記者の方なの？なんかさっきからちょっと好きかもしれないですね。そういうなんか随分知ってるなっていうそういうの好きだったんですね。だからマネージャーぐらいの勢いでしょ。詳しい。本当だよね。そうなんですよ。なんかほらゲンテレの涙は、はい、多分少しでもあの数字を、ね、そう泣いてたじゃないですか。初めての告白とかね。あれは多分少しでもこう数字を上げてキャラを長く長く続けようっていうのかなっていうのも読み取れたりとか。テレビだけじゃないと思うけどもね。よく泣いてたのね。よく泣いてた本当に。そうなんですよね。ロケに出ずスタジオでもスタジオでずっと泣いてたもんね。ハンカチでよく泣いてらっしゃったのはその涙だったんじゃないかなと。そう思ってるね。松方さんの話になって、じゃあもうその好きすぎて。ねえ、好きすぎて。愛がすごい。一番元気が出るテレビが終わってで一番悲しんでたのは松方弘樹さんなんだろうなっていうのは一番悲しんでたのは松方弘樹さんなんだろうなっていうのは思います。日本撮りで違う松方弘樹さん楽しじゃないですよ。聞いたわけでもないでしょ。勝手な想像でしょ。やめてくださいよ。絶対1本俺200ぐらいだと思う。ギャラ松方さん。松方さん日本撮りで400じゃない。まあいい時代だから下手すると3いってるかもね。いい時代だから1日で深い
それは楽しいわ。それ泣くな俺、うん、だから一番俺メンタル取れちゃっても全然大丈夫全然大丈夫大丈夫ですってすぐつけますから外し可能なんですね本当に取って水入れといてねこう潤いはないですよね。最後に一人組事情を伺いたいと思います。直近1週間で何回されましたか？そうですね、最近は1週間以内にはしてましたね。結構週3ぐらいで週3なんですね、はい、おかずは？おかずは結構エロ漫画だったりとか松方さんじゃないんだ。松方さんじゃない。そうね。松方さんじゃないんだ。あの三十人は関係ないの。たまに背中を見て想像して抜いたりすることも。背中なんだ。供養してあげて。あだからもうお盆が近づいてくると。そうですね。とかいやでもやっぱエロ漫画って結構結構めちゃくちゃなシーンもこう見やすく書いてたりするじゃないですか。実際やられたらちょっとひどいことだとは思うっていうのもこうエンタメとして見れたりするので、ちょっと行き過ぎた作品が結構好きだったりっていうのがあるんですよね。そうなん、ハード系がいい。自分がそうされたいとかではなく、もう本当に、まあ、されて問題なかったらされたいっていう問題しかないって、職種とかなんかニョロニョロのやつ絶対にないとは思うんですけど、この絶対この世には存在しないものだと思うんですけど、ああいうのが結構いいなってちょっと思ったりとか。そうなんですよね。他にもありますか？あとは実際にちゃんと実在する人とかだと、ニューハウスさんとかが結構好きで。全然変わったね。どの辺がいいですか？やっぱ今のニューハウスさんってすごいお綺麗な方が多いじゃないですか。本当に皆さん可愛らしいのに、脱いだらついてるっていうのが、もうなんかそのちょっとこの逆に不思議な感じが頭混乱させるじゃないんですけど、あれがエロにちょっと結びついちゃうんですよね、私からしたら。そうなんですよ、あの違和感がエロい。それってどこに感情移入して見てるんですか？なんかチッチッ欲しくなっちゃうんですよね、私も。ニューハーフになりたいってこと？なんか私そうチッチッ自体が好きすぎて、なんかいいなっていう、チッチッ守っててこんなに可愛い姿でチッチッ守っててって、もうどっちもいいもののいいとこ取りじゃないけど羨ましくて。今週のゲスト柊木由紀さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。